はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回はお金に愛される法則というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、最初にお知らせを1点させてください。あと9日後の7月29日月曜日18時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきたいと思います。もし案内を無料にて受け取りたい場合は、この機会にメルマガをご登録ください。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、お金に愛される法則というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、お金に愛される法則って何なんでしょうかということで、もうこれは簡単ですね。まあ、今回はもう結論からいきたいと思いますけど、お客さんに愛されることということですよね。まあ、これに尽きるということです。お金っていうのはお客さんから自分にもたらされますよね。自分がもしお金をもらえるというのであれば、それはもうお客さんからもらうことができるわけですよね。なので、お客さんに嫌われるっていうのは、自分にお金が入ってくる流れが途絶えるということになります。お客さんから自分にお金が入ってくる。で、そのお客さんから嫌われたということであれば、自分にお金が入ってくる流れが途絶えるということですよね。逆にお客さんに愛されるというのはどういうことかって言えば、まあ、自分にお金が入ってくる流れが増えるということになります。はい、でこの、ね、ものすごくシンプルな法則、お金に愛されるにはお客さんに愛されると、でこれだけのたったこれだけのシンプルな法則っていうのがなぜか分かりにくくなるということですよね。もしこんなシンプルなんだったら、みんなお金に愛されてるはずなのに、実際はお金に愛されてる人と愛されてない人がいる。じゃあなんでお金に愛されていない人がいるのかって言ったら、このシンプルな、お金に愛されたいんだったらお客様に愛されましょうっていう、このシンプルな法則っていうのが分かりにくくなるということですよね。じゃあその分かりにく、法則を分かりにくくしている要因って何なのかっていうと、一番は短期だと人から嫌われている人もお金持ちになれているということですよね。お客さんに愛されてなかったとしても、ね、短期だったら人から嫌われている人もお金持ちになることができていると。だから法則が分かりにくくなっているということですよね。でもう一つは、そもそも自分にとって誰がお客さんなのかっていうのを見失ってしまっているということですよね。まあ、これを説明していきたいと思います。はい、まずは、ね、お金に愛されたいんだったらお客様に愛されましょうというこの法則が分かりにくくなる要因1、短期だと人から嫌われている人もお金持ちになることができているということですよね。はい、嫌われている人でもお金持ちと、ね、例えばその人が何かギャンブルに勝ちましたと、ね、ギャンブルっていうのは、ね、みんなでお金を出し合って、それでゲームをやって、でゲームに勝った人がその出てるお金をたくさん取るというのがギャンブルというものですよね。何か商品を作ったとか、その商品を売ったとか、何かサービスを作ったとか、そのサービスを売ったっていうんじゃなくて、みんなでお金を出し合って場にたくさんお金が出ていて、ゲームに勝った人がその出てる場のお金をたくさん取っていいと、それがギャンブルというものになるわけですよね。まあ、簡単に言ったら、限られたお金を、ね、誰が取りますかっていうのがギャンブルということになります。で、例えばその人が何かギャンブルに勝ちましたと、一瞬にして大きなお金を得ることができたとしますよね。まあ、こういった例っていうのは全然珍しくないわけです。ね、いろんな形でギャンブルに勝って、ね、一時的な大金というのを得ることができている人っていうのはたくさんいますよね。でそれを見ていた人が、ああ、あの人は随分とうまいことをやったなというふうに感じてしまうということです。そして自分にも同じことが起きることを期待して情報収集を始めたり、じゃあどうやったらそのギャンブル、もしくはギャンブル的なことに勝てるのかという、まあ、そういう情報収集を始めたりしてしまうということですよね。で近くしか見えなくなった結果、何が王道で何が邪道なのかが分からなくなってしまっているということですよね。そういうこうね、自分が見たり聞いたりした、すごくこう身近な例をの影響を受けてしまってるばっかりに、何が王道で何が邪道なのか、何が法則で何が例外なのかっていうのが分からなくなってしまっているということですよね。まるで船酔いと、船に乗ってる人がね、船酔いしてしまっているような状態になってしまうということです。
近い場所ばかり見てると船酔いをしてしまうと。短期的な視点しか持てていないと一体何が王道なのかっていうのを見失ってしまうということですよね。もしたとえ時間がかかったとしても確実に目的地にたどり着いていきたいと思った場合は遠くの目標を確認すると、ね、まさに夢とかビジョンとかミッションとか、まあ、そういうこうね遠くのね一体自分は何のために生きてるのかとか、ね、30年後20年後10年後どういった状態を実現していたいのかとか、そういう遠くの目標を確認するということがすごく大事なんですよね。なんか自分が見たり聞いたりした身近な例でなんかすごくうまくやったような、まあ、そういう事例っていうのを見てると、ね、船酔いして何が王道なのかが分からなくなってしまうということです。間違ってうまくいってしまった経験を持っている人はいざ状況が悪くなってからも過去と同じようにギャンブル的な手段をまた探してしまうと。ギャンブルっていうのは負けるって決まってるわけじゃないですよね。勝つ場合もあるわけですよ。だから厄介ですよね。ギャンブルすれば絶対負けるんだったらみんなギャンブルやらないわけです。しかしギャンブルっていうのは負けることもあれば勝つこともあるわけですよね。で勝ってしまったら、ね、これは間違ってうまくいってしまった経験ということになるわけです、ね、いざ状況が悪くなってからも過去と同じようにやっぱりギャンブルもしくはギャンブル的な手段っていうのをまた探してしまうということですよね。でもギャンブルは所詮ギャンブルですと。途中でどれだけ勝っていたとしても最後に負ければ全てを失ってしまうということですよね。一回勝ってる人っていうのはまた次も勝とうとするわけですよね。でどん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 賭け金が大きくなっていって一番賭け金が大きくなった時に負ければ、ね、全てを失ってしまうと。途中どれだけ勝っていたとしても一番大きな金額をかけてそれで負けたら全てを失ってしまうということですよね。長期で続くっていうのは王道だけですということです。まあ、商品作って商品売るとか、サービスを作ってサービスを売るとか、まあ、そういうね、王道だけがね、長期で続くということになります。王道って何ですかって言ったら、与えた価値と受け取る価値が等しくなる。これが王道ですよね。自分が与えた価値と相手から受け取る価値が等しくなる。これが王道ということになります。はい、お金っていうのは価値を交換するための道具ですよねと。要するにどれだけお客さんの役に立ったのかという尺度だということですよね。100円っていうお金はじゃああなたは100円ね役に立ちましたよっていうそうね、そう尺度なんですよね。で価値をね、基準にね、価値を数値化した物差しであるということです。でギャンブルっていうのはみんなが場に出し合ったお金をいかに自分がたくさん取るかというゲームでしかないので、ギャンブルで手に入れたお金を長期で持ち続けるってことはできないということです。ね、その人はね、誰の何の役にも立ってないわけですよ。ただみんなでお金を出し合ってゲームをして勝ったから、それでね、お金をたくさん取ることができたということでしかないということですよね。誰の何の役にも立ってないのに得ることができたお金っていうのを長期で持ち続けることは絶対にできないと。これも絶対という言い方をしたいと思います。絶対にできないということですよね。その人は、ね、常にギャンブルし続けて最後に一番大きなお金をかけて負けた時に全てを失ってしまうということですよね。そして本人を決して幸せにしないと、ね、お金っていうのは価値の交換の道具であり、自分が与えた価値に対して受け取る価値が等しくなるもので、自分は価値を与えてない、誰の何の役にも立ってないのに価値を先に受け取ってしまうと、そういうお金っていうのは本人を決して幸せにしないということですよね。お金に愛されるっていうのはお客さんに愛されること、これが法則であり王道であるということです。お客さんに役に立った分の対価としてのお金であれば長期で持ち続けることができる。そして感謝とともに受け取れるので本人をも幸せにするということですね。はい、お金に愛されたいのであればお客さんに愛されましょうというこの単純なシンプルな法則が分かりにくくなる要因の2ということで、そもそも自分にとって誰がお客さんなのかっていうのを見失ってしまうということですよね。はい、お金っていうのはお客さんからもたらされますと。お客さんから自分にもたらされる、それがお金ですと。だから自分にお金を与えてくれる人がお客さんなんですよね。たったこれだけのことなのになぜか簡単に忘れてしまうということです。例えば会社員の方にとってね、アルバイトの方とかパートの方とか派遣社員の方とか会社員の方とかね、そういう会社員の方にとってお客さんって一体誰なんでしょうかということですよね。商品を買ってくださる方でしょうかということですね。でもちろん違うとね、これ今回は前提は会社員の方ですよね。会社員の方、まあアルバイトとかパートとか派遣社員の方とか会社員の方
こういった方にとってのお客さんって誰なんでしょうと、ね、商品を買ってくださる方なんでしょうかと、もちろん違いますよね。はい、お金っていうのはお客さんが自分にもたらしてくれるわけです。自分にお金をくれる人がお客さんなんですよね。なのでお客さんっていうのは自分にお金をくれる存在ですと。であれば会社員の方にとってのお客さんっていうのは商品を買ってくださる方ではないわけです、ね、それは会社にとってのお客さんかもしれないですよね。でもね、会社員の方にとっての、ね、お客さんではないと。会社員の方にとってのお客さんっていうのはもちろん会社ですよね。ね、会社が自分にお給料というお金をくれるわけですから、だから自分にとってのお客さんっていうのは会社なんですよ、ね、自分に給料というお金をくれる存在が自分にとってのお客さんですよね。でそれは、ね、会社っていうね、目に見えないね、その法人では、法人に限らずその会社の、ね、上司なのかもしれないし社長なのかもしれないと。いずれにしても自分の給料をいくらにするかっていうのを決めることができる存在が自分にとっての本当のお客さんということになりますよね。はい、でお金に愛される法則っていうのはお客さんに愛されることなんだと。で上司社長の、ね、愚痴不平不満を言ってる人っていうのはお金に愛されるという観点からするともう絶望的だと、ね、要するにもうお金に愛されないということですよね。ね、上司の悪口を言ってる、社長の悪口を言ってる、そういう人っていうのはもうお金に愛されるという観点からすると絶望的ということです。何せ自分にお金をくれるお客さんの、ね、愚痴不平不満を言ってるわけですから、自分にお金をくれてるわけですよ。自分のにお金を上司がくれてる、もしくは社長がくれてるわけですよね。その自分にとってお金をくれるお客さんの愚痴不平不満を言ってるわけですから、お客さんから愛されるはずがないということです。つまりお金にも愛されないということですね。でドラマと現実ということで、ドラマだったら無能な上司を優秀な部下がやり込めて、部下が上司を謝らせたりというようなことが描かれることもある、まあ、そんなドラマはあったりもしますよね。しかしそれはもう現実ではありえないということですね。要するに、まあ、下克上というかね、下のものが上のものを超えていく、まあ、そういう下克上っていうのはあくまでもドラマだということです。実際はないということですよね。現実ではありえないということです。幻想中の幻想ということですね。現実は上司が今以上に上に行けなくなった瞬間、部下の出世の可能性も閉ざされるということです、ね、上司が今いるところで部下が渋滞を起こすだけだということです。例えば自分の上司が部長だっていうんだったら、部長がずっと部長で居続ける限り、ね、その部下の人たちは絶対に部長以下にしかなれないわけですよ、ね、課長とか係長にしかなれないんです、ね、部長がずっと自分の上司である部長がずっと部長だったら、ね、部下は絶対に部長以下の役職にしかつけないんですよね。だから上司が今いるところで部下が渋滞を起こすだけだということです。現実の世界で部下がより昇進して昇給してお金から愛されるとしたら、いかに上司をもっと出世させるか、これが問われることなんですよね。いかに自分の上司をもっと出世させるか、いかに社長がより成功できるか、ね、上司とか社長が自分にとってのお客さんなんですよ。上司とか社長が自分にとってのお客さんなので、そのお客さんの役に立つということが大事なんですよね。でそのために今の自分が貢献できることは何かというのを考えるわけです。上司をもっと出世させる、社長をもっと成功させる、そのために今の自分は何ができるのか、何で貢献できるのかっていうのを一生懸命考えて思いつくことをね、実際にやるということですよね。今の自分にできることを実際にやるってことが大事です。そしたら結果、ね、上司をもっと出世させることができるかもしれないし、結果社長をもっと成功させることができるかもしれませんよね。上司を今よりももっと上に、例えば部長を取締役に昇進させたとか、社長が、ね、もっと大きな成功をつかむことができたとか、ね、そういうことに貢献できたと、ね、もし上司が出世できたら上司には分かるわけですよ。なぜ自分が出世できたのか、誰が自分の出世に貢献してくれたのかっていうのが分かるわけですよね。部長が取締役になることができた、じゃあなんで自分は、ね、部長から取締役になることができたのかっていうのは分かるんですよね。自分は部長だったんだけど取締役になることができたのは彼のおかげだと、彼女のおかげだっていうことは絶対分かるわけです。
ね、もし社長がもっと成功できたら社長には分かるんですよね。なぜ自分はもっと成功できたのか、誰が自分の成功に貢献してくれたのかっていうのが分かるわけです。あ、彼のおかげで自分は大きな成功をすることができたんだと、彼女のおかげで自分はもっと大きな成功をすることができたんだっていうのが分かるわけですよね。で、人を上に上げるのに貢献できたら、その上に行った人から上に引き上げてもらえる。これが成功法則ですね。人を上に上げるのに貢献できたら、その上に行った人から上に引き上げてもらえる。例えば部長を取締役にするのに貢献できたと、ね、あの人は部長でしたと、ね、あ、私の上司は部長でしたと。で、その部長が、ね、例えば部の成績が良くなって、ね、その部長が管理している部の成績が良くなって、部長が評価されて、ね、取締役になりましたと。そしたらその部の部長っていうポストが空きますよね。じゃあ誰が次の部長になれるんですかって言ったら自分なわけですよ、ね、要するに部長を取締役に、ね、昇進させるのに貢献できた自分が次の部長に引き上げてもらう。これが現実ですよね。これがドラマではない現実の、ね、いわゆる成功法則というものになるわけです。はい、お金に愛される法則っていうのはお客さんから愛される、自分にお金をもたらしてくれる人に愛されるっていうことが最も大事なことだということです。では専業主婦の方にとってのお客さんっていうのは誰でしょうかと、ね、その方はお勤めしてないと、ね、会社とかお勤めしてない、お仕事してない。じゃあその専業主婦の方にとってのお客さんって一体誰なんでしょうかと、自分にお金をもたらしてくれてるのは一体誰なんでしょうかということですよね。で、お金っていうのはお客さんから自分にもたらされるわけです。自分にお金をもたらしてくれる人がお客さんですよね。であれば専業主婦の方にお金を持ってきてくれる人が自分にとってのお客さんだと、ね、専業主婦である自分にとってのお客さんだということになりますよね。でもちろんそれは旦那さんということになるわけです。ご結婚されていればね。にもかかわらず自分にお金を持ってきてくれている旦那さんの愚痴不平不満を言っている専業主婦の方っていうのはお金に愛されるという観点からすればもう絶望的だということですよね。自分にお金をもたらしてくれている旦那さん、その旦那さんの愚痴とか不平とか不満を言ってる専業主婦の方っていうのはもうね、お金に愛されるっていう観点からしたらもう絶望的ということになるわけですよね。お客さんの悪口ね、自分にお金を持ってきてくれている人がお客さんなんですよ。専業主婦の方にとってのお客さんって誰なんですかって言ったらそれは旦那さんですよね。で、そのお客さんである旦那さんの悪口を言いながらお金に愛されるなんてことはありえないということです。お客さんである旦那さんを大事にしないからね、だから旦那さんに浮気されたり不倫されたり姉妹には離婚されたりしてしまうということです。で、結果今までもらえていたはずのお金までももらえなくなってしまうということですよね。もしお金に愛されたいのであれば簡単だと、お客さんに愛されればいいと、自分にお金を持ってきてくれる人を大事にすればいいと、ただそれだけなんですよね。それが法則なんですよ。自分にお金を持ってきてくれる旦那さんがもっと気持ちよく、もっとお仕事に集中できるような環境を作るのに貢献すればいいわけです。そして毎月毎月のお給料の振り込みがあるたびにね、毎月10日とか毎月25日とか毎月月末とか、そういうお給料の振り込みがあるたびに、家計に要するにお金が入ってくるたびにありがとうとね、旦那さんに感謝すればいいということですよね。たったそれだけのことをやってるかやってないかでも全然違ってくるということです。で、毎月毎月当たり前に振り込まれているお給料っていうのは実は当たり前ではないわけですよね。何もしないで、ね、なんかね、天地宇宙からいきなりね、こうお金が降ってきてるわけではないわけですよ、ね、毎月毎月、例えば10日なら10日、25日なら25日、月末なら月末に当たり前に振り込まれているお給料っていうのはなんかどっかからね、こう降ってきて自分の口座にね入ってきてるわけじゃないわけですよね。旦那さんがお仕事を1ヶ月頑張った結果として、ね、お給料が入ってきてるわけですよ、家計にね。で、そのことを忘れてお客さんである旦那さんをなおざり、ね、に し始めた瞬間から、ね、その専業主婦の方はお金からどんどん遠遠くなってしまうということです。
旦那さんが今以上に気持ちよく集中してお仕事ができる環境を作れる専業主婦の方っていうのは旦那さんを昇進させるわけですよ。自分にとってのお客さんは旦那さんだと、自分にお金をもたらしてくれてるのはこの旦那さんだと、だったら旦那さんが、ね、今より気持ちよく仕事ができる、今より集中してお仕事ができる、そういう環境を作ろうとしてる人っていうのは、そういう専業主婦の方っていうのは旦那さんを昇進させるわけですよね。昇給させるわけですよ。で、旦那さんの運気っていうのを上げるわけです。まさに上げマンということですよね。自分が付き合ってる男性の運気を上げる上げマン、自分が付き合ってる男性をより成功させる上げマンということになるわけです。お金に愛されるというのは論理的には決して難しいことではないと、簡単だと、ね、自分にお金をもたらしてくれるお客さんから愛されればいいと、ね、お金っていうのはお客さんからもたらされるわけですから、だったらそのお客さんから愛されればいいということになるわけですよね。だから私にお金をもたらしてくれてるお客さんって誰なのかと、ね、会社員の方にとってのお客さんっていうのは会社の上司だったり社長だったりするわけですよね。専業主婦の方にとってのお客さんっていうのは、ね、旦那さんだったりするわけですよ。だから私にお金をもたらしてくれてるお客さんって一体誰なのかと、ね、そのお客さんが、私にとってのお客さんが喜ぶことって一体何なのかと、そのために今の私が実際にできること、ね、お客さんである上司が、お客さんである社長が、お客さんである旦那さんが喜ぶために今の私が実際にできることは何なのかというのを考えるわけです。ただそれだけのことを追求し続けていればお客さんから愛されますよね。相手のことを大事に思っているわけですから、相手のことを大事に思っているわけですから、逆に自分のことも大事に思ってもらえるわけですよ。自分が相手のことを愛しているから相手からも愛されるということですよね。だ、自分にお金をもたらしてくれるお客さんから愛されれば当然お金からも愛されるということになります。すなわちお金持ちになることができているというお話です。はい、今回もあなたのとても貴重な時間にてこの動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。はい、最後にお知らせを1点させてください。あと9日後の7月29日月曜日18時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきたいと思います。もし案内を無料で受け取りたい場合はこの機会にメルマガにご登録ください。よろしくお願いいたします。